28回忌蒲生宇佐特攻臨時法要を執り行います。それではまずはじめに法参会会長、新庄猪木よりお挨拶を申し上げます。本日、蒲生宇佐特攻の法要ということで、各地からおいでいただきまして本当にありがとうございます。今日はまずご定茶の方を、表選挙のお田沢様に、やっていただくということで本日ご対応の中おいでいただきまして本当にありがとうございます。で我々法参会昨日総会の終わりまして、この3年間実は活動ができなかった、コロナのせいで我々だけじゃなくて、いろんな活動ができないという環境になってしまいました。そして、昨年実は我々の活動とは別に太平洋諸島様を中心としてこちらに集まれる方だけ法要はずっと続けておられました、なかなかこっちまで、私も、合わせてこれなかったということがありましたので大変申し訳なく思っておりました。3年ぶりに今日改めてできましたこと、そして大勢の方にお集まりいただくことを深く感謝申し上げます。今年は大田選挙不信案の方にですご奉仕をいただきます。口者をご奉仕いただきます。ご奉仕いただきますのは大田選挙家元教授小笹明様です。それと表選挙、講師家元講師の高橋勝則様です。そしてもう一方、吉倉弘正様です。以上の方で本日は、こちらのご奉仕をしていただきます。
くけばよいよよし428回忌の真に会いあう払えこれ大個人の意徳なり今日集まりて他に以前の供養Thank you.
はい、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 
大体ね。
昭和が新聞社用に写真で、前の今地さんという女性の、あ、すみません。じゃあ、はい、あの今一緒に、新聞社用に写真を撮る一緒に、はい、我々と、はい、この墓の前で写真を撮る。ありがとうございます。まずはじめに会長、新庄猪吉よりご挨拶申し上げます。よろしくどうぞ。はい、今ほどはあの法要そしてお墓参りと、順調に、できました。それもあのこんなに暖かい、2月初めてなんですけども、こんな暖かい環境の中でできましたんで、とても、そして、こうしてあの直らいという形のありがたいこと、酒飲めようという神の命令で来てる、あのおみきっていうのは神様の酒って書く、あれは神様が作れって言ったんで我々作らせてもらってますんでね、ぜひ神様の命令でこれから直らいで、楽しくひとときを過ごしたいと思います。今日はどうも本当にありがとうございました。大家お城様から、ご挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。皆さんありがとうございます。本当にね、お来ていただきました。ありがとうございます。どうぞごゆっくり頑張ってくださいませ。ありがとうございました。松坂市長、竹山市長に、ご挨拶を申し上げます。十二分にどうぞ。今日はじゃあ、あの改めまして、皆様こんにちは。ここへですね、あの3年ぶりに、大場院の方へお邪魔をさせていただいて、ご住職に会うのも本当に3年ぶりでございます。で、ね、蒲生牛さんの428回目の法要ということで、たくさんの方に、去年一昨年はあのお一人で、住職は法要されていたっていうふうにお聞きをいたしましたんで、久々にこうしてですね、皆さん方とお集いできること、本当に、嬉しく思います。会津若松市長の室井でございます。
今日は蒲生内里公ゆかりの皆様と一緒に3年ぶりでこうして直来までご一緒できて大変嬉しく思っております。もうコロナは乗り越えてアフターコロナだというふうに思います。まあ、5月には国が制度変えますので本当に普通になるだろうというふうに思っています。皆さんこんにちは。こんにちは。ただいまご紹介をいただきました小笹明って申します。諸先輩諸先生いっぱいおられる中マイクをいただいてありがとうございます。今日蒲生内里公にお茶を献じることができました。で今日入り口で小林大元領主とお話ししてたんですけど、大場院と私との出会いは18歳の頃だったと思います。もう40年以上前、私が大学1年生の時に大場院さんに寄せていただいて、そして本堂でお食事をいただいたこと、いろんな思い出がいっぱい詰まっている本堂でした。そこでお茶を献ずることができて本当に嬉しいことでした。皆さんこんにち は, こんにちは。ご紹介いただきました滋賀県の日野町の教育委員会の教育長の安田と申します。この蒲生内里公の法参会のますますのご発展、それから本日ご参会の皆さんのご健康ご多幸を記念申し上げまして、これ高々に乾杯をさせていただきたいと思います。乾杯。乾杯。ありがとうございました。Thank you.
私の名前は後ろに書いておきますね。大丈夫です。ああ、そう、まあそれはノウハウね、ノウハウ。これやってた。はい。これやってた。あの方が。どうもなかったかな、心配してたよ。楽しい主演の時間もだんだんお時間となりました。それぞれ、酔っ払ってしまっても仕事のある人は大変でしょうけども、ご苦労様です。こうやって集まれたのも本当に昨日から出てます縁だろうと思います。アメリカに行くとドルですけど、日本は円が大事ですのでこういうご縁で、集まったということで、さらなるまだまだ我々その美里校の校を称えるにはこの人数じゃ足りないなと、もっともっとその広くもっと認めていただきたいというふうに思いますので。